マノエリナ、背中を大胆露出した写真集のオフショット公開。女優のマノエリナが自身のブログの中で、25日に発売した8冊目の写真集、カゲロウ KAGEROH のオフショットを公開した。マノは、ありのままの等身大のマノエリナがぎゅっと詰まっています、とこの写真集について説明し、肩から背中を大胆に露出したバックショットや、海外の映画の世界に入ったような、という街並みに佇むショットを公開、ロサンゼルスで撮影されたといい、マノは、とても贅沢なロケでした、と感想を綴っている。以前のブログには、写真集の表紙も公開されており、こちらは何も身にまとっていないようにも見える上半身のバックショット。透き通るような白い肌に綺麗な背中、憂いを帯びた目でカメラを見つめる表情が印象的だ。ファンは、美しい、背中が綺麗、などと歓喜、写真集大切にします、との写真も素敵だった、とすでに写真集を手に入れたファンからの感想やコメントも届いている。